はい、どうもなぎです。どうもなぎです。皆さんお疲れ様です。鍵山役人です。というわけで今回お久々の、なぎちゃん先生コラボということで、久しぶりです。お久しぶりでございます。お久しぶり。お久しぶり。鍵山さんも本日はよろしくお願いします。いや、お願いします。なぎなぎ2人いるんだけどそれどうもなぎですからのどうもなぎです。そう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 。なぎなぎ組&鍵山でやっていきたいと思います。はい、お願いします。というわけで今回の企画は原神元素クイズ、こちらをやっていきたいと思います。元素クイズとは、はい、こちら企画説明させていただくと、神境螺旋12層星9でクリアしたパーティー編成をツイッターの方で募集してきたので、その編成のうち4人を元素だけで当てていくクイズ企画となっております。ただ元素だけで答えていくのはちょっと難しいので、まあそれに加えて細かいヒントを出していただくので、そちらのヒントをもとにキャラクター4人を当てていきたいと思います。はい。ちなみにポイントに関しては、当てたキャラの数かける1ポイントで、4人全員パーフェクトで正解すればボーナス1ポイントで合計5ポイントになります。まあ、今回はね、編集者のリグマルさんに問題を出題していただくので、俺も回答者側です。うん、ナギさんには勝ちたいな。おお、宣戦布告よ。ナギの座をかけて勝負しますか。負けた方どうなるんだ。7死。7死になっちゃう。闇のゲームの始まりだぜ。横でゆっくり見とくわ。はい、というわけで早速1問目からやっていきましょう。頑張りましょう。前半がミーロ、フリーナ、ナヒーラ、白術、後半が雷、炎ということで、この元素組み合わせも不思議じゃなくなったの。本当にバージョン 4.4 っていう感じするわ。あー、確かにちょっと分かったかも。待って待って、ちょっと悩む。まあ俺はヒントなくても大丈夫かな今回は。皆さんヒント欲しいですか。いや、とりあえずでもなしでいけるんじゃない、これみんな割とさ。みんないけるか。まあさすがにね、まあ、1問目ですからね。手応えありそうな感じじゃない、うんうんうん、いやでも私は手応えないけどね。まあこうやろ。まあさすがに、いやもう逆にこれじゃなかったら俺怒るよ。ウェネトとか耐性鬼やからな今回。ウェネトとかいるんだよね。ウェネトはね、螺旋仕様で耐性上がってて、風耐性 90% それ以外など55%とかいうインチキっすよあいつ。そうなの。適当にやってたから全然分かってない。そうなの。大丈夫、超開花使えば余裕でしたよ。水草雷使えばね、なんとでもなりますよ。では回答の方お願いします。せーの、ライデン・ベネット・シャンリン・シュブルーズ。ライデン・シュブルーズ・ベネット、良い意味や。ヤエミコ・シュブルーズ・ベネット・ガミン。なるほど、全員違いますね。いやでもなんか全部迷ったとこではあるな。ライデン・ナショナルーズって言われてるんだっけこの編成。あーそうっすね。そうなの、うん、知らん初めて聞いた。何それ。強いっすよこれ。雷元素、炎元素両方デバフかつバフできるシュブルーズというね、期待の超新星がやってきたので。そうそうそう、ライデン軸のシュブルーズ編成、最近話題になってたのでね。シュブルーズ・ベネットがみんな共通かな。そうね、プラス雷が私やえみこになってて、まあね、ここはガミン君にね、ちょっと私は一票入れたいな。最新キャラクター、うん。私的にはサンマにさ、ドレイクがいるから弓キャラ入れるかなって思って。あーなるほどね。それでは正解の方お願いします。ライデン・シャンリン・シュブルーズ・ベネットということで、おー、よし、パーフェクト。なぎさんだ。なぎさんだ。ヘイ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 。まあいいでしょう、これはよかろう。ね、これでやった人ってどうやってドレイク撃ち落としてるか気になるんだけど。多分ガン無視じゃないかなこれは、うん、もう撃ち落とさずにやってるんじゃないかな。一応ね、フリーナのサロンメンバーとかのね、クラバレッタさんが水落ちクタバレッタさんみたいに撃ち落とすことはできるんで。そうなんだ、初めて知った。はい、それではお次2問目、前半がライデン・クジョー・シュブルーズ・ベネット、後半が草原元素、雷元素、草元素、岩元素ということで。岩はもう安心できる、待てよ、安心できるよな、だよな、だよな。最近ね、岩元素がとある女性ととある神様でね、自宅になりつつあるから。まあまあ草だったらさすがに、ね、ない、多分ない、うん、ちょっと一回ヒントもらえますか今回は。あーなるほど、何聞きたいですか。雷元素聞きたいな。わかる、雷元素のレアリティとかどうすか。あーいいいいいい、あーレアリティは確かに大事かも。では雷元素のレアリティ教えてください。おしご、あーまあ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 、そうなるとこれはあえて逆張り。はい、では回答の方お願いします。せーの、ティナリヤエミコナヒーダ勝利。私もティナリヤエミコナヒーダ勝利です。アルハイゼンヤエミコナヒーダ勝利。あ、そう、アルハイゼンと迷ったの。悩んだ。俺も最初アルハイゼンって書いてたけど、うん、ドレイクのこと考えたらやっぱティナリの方がいいかなと思って。その二択だった。あえてのティナリにしました。どうでしょう。正解がティナリヤエミコナヒーダ勝利。やったー。
まあ、1回外してる。やったー、やったね、さすがなぎちゃん先生、ティナリ推し。いや、まあまあ、でもアルハイゼンも推してるから、アルハイゼンも書きたかった。ダブル推しか、どっちでも推しだったのか。そうそうそう。いや、これは本当に全然どっちでもあったよ。まあ、強いて言うなら、うん、アルハイゼンだったら結構超開花で使う可能性が高いかなと思って、全体的な割合的にやっぱアルハイゼンは超開花で使ってる人が多い印象だったので、まあ、特に今期はねボスが多いっていうのもあって、まあティナリ師匠の方が射程もあるし、うんうん、狙いやすいし、うん、やったぜ、2連パーフェクトです。やべえ、めっちゃ出遅れてるんだけどこれ。いや、1回パーフェクト取るとでかい、うん。ではそれではお次3問目、ガン、水元素、水元素、カンウン、イエラン、炎元素、炎元素、勝利。そういうパターンもあんの？前半と後半で2元素ずつですね。どこの何を聞きますか？どうしよう。イエランが頭に来てるのがなんか、そうね。上がメインアタッカー、ガミトップなのに、下サバアタッカーのイエランがトップに来てるから、どういう戦争なの？貫突イエランでアタッカーかもしれない。あ、確かにね。うん、うん、私は後半側聞きたいな。ここはちょっとめちゃくちゃビハインドしてる。私に花を持たせてほしいな。じゃあ下行こう、下下下下行きますか、うん、左の炎元素聞きますか。そうっすね、左の炎元素の武器種を教えてください。ほうき、ほうき、ちょっと待って、話が変わってくる。ちょっと待ってよ、なんか不思議なことが起こってる気がする。一旦二択。二択だね。やばい、マジ下わかんない、上の水がわからん、マジで。ちょっと今日はピントがずれてるから、ちょっとだけずらそう。よくないかもしらんけどな。それでは回答の方お願いします。せーの、フリーナ・モナ・エンヒ・ベネット。フリーナ・ユクアキ・クレー・ベネット。ユクアキ・フリーナ・エンヒ・ベネット。みんな微妙に違う。みんな微妙に違うな。これね、クレーちゃんの二突デバフ効果使って選んで芝居てる未来も見えたんだよな。いや、そう、私はもうそれしか考えてなかった。でも今日ピントがずれてるから、射程があるエンヒにねちょっとピックしたんだよな。俺はもうとにかく、まあ、フリーナとモナでガミンの火力を上げたい戦法なんじゃないかなと思いました。いや、まあありそう、ありそう、あり、全然あり、あり、うんうん、だからみんなフリーナとベネットは共通かな、ま、今のところ。そうで、私考えたのは、うん、本来はイエラン・ユクアキって組みたいんだけど、前半に取られちゃったから、ユクアキが、うんうん、だいたいね、ユクアキ入ってるしな、お試しにもいるし、ガミンの。そうね、思った思った、うん、さあ、でもこれでモナやったらもうすごいっすよ、ナギさん。そうね、いや、ありますよこれ。モナ戦も十分あるんだよな。では正解の方お願いします。フリーナ、ユクアキ、エンヒ、ベネットということで、鍵山さんパーフェクトです。よーし、やっと取れたパーフェクト。マジか、エンヒだったか。いやー、ユクアキだったか。でもみんなちょっとずつ惜しいね。、うん、ふう、ちょっと追いついてきたよ。いや、惜しかったな、みんな惜しい。さあ、ではお次4問目お願いします。水元素、水元素、雷元素、草元素ということで、あ、フルパじゃない。わかった、前半無理だって、選択肢多すぎるって。わかった、前半は絶対これだと思う。いやー、まあ無難なのはあるけどさ、もう水元素選択肢多すぎて無理なんだけど。じゃあ今ちょっと出題してもらってる編集室さんから神の声が聞こえてきたんですが、どうやら今回の問題かなり難しいので、この4人のキャラの性別をすべて教えてくれるらしいです。神、ってことは私が思ってる前半も違うかもしれない。全員女性です。やばい、はい、違う違う。はい、終わった前半。待って、おかしいな。計算が狂った。雷元素の女性、何のヒントにもなってないって。ほぼ全員択。難しいって言ってるから攻めた方がいい気がしてきた。確かに、なんか面白そうなことやってそう、うん、さあ、それでは回答の方お願いします。せーの、はい、ココミフリーナヤエミコナヒーダ。私もココミフリーナヤエミコナヒーダ。イエランフリーナ国勢コレイ。ナギさんまた一緒だ。お、気が合いますね、さすが同じ名前。ほんまや、思考まで一緒だ。でもだってこれしか思いつかなかった、本当に。まあ前半はね、アタッカーココミで回復しながらフリーナで一緒に火力を出していく、で後半はヤエミコでドレイクを撃ち落としながら撃破で火力を出していく、うんうんうん、一緒一緒。ヤエナヒだったら全自動ができるから、仮に撃ち落とせんでもいけるんだよな。しくじったな。そうね。勝手に攻撃してくれるね。ベネットを追いかける必要もない。しかも貫突とかしてる可能性があるよね。そう、それはね、フリーナがそうだと私は思ったんだよね。ああ、フリーナ回復できる予備の、そうだったりするから、イエランでええ感じにしてもらおうかとかって思ったんやけど、ただ後半はヤエナヒに私も一歩入れるわ。さあ、では正解の方お願いします。
クリーナ・ニーロ特製ナヒーだということで、嘘分からんこれこれはむずいクリーナ・ニーロうわーくっそ俺最初国製ナヒーだって書いてたんだよな、マジか、変えちゃった前半特にむずいなまあニーロは出てこん、これでクリアしたのすごい、さすがですね、うん、すごい、お見事。じゃあお次最初問題いきましょうか。さあまだ巻き返しのチャンスはあるよ。いやみんなはマジ同じぐらいだもんね。そうですね。じゃあ最終問題パーフェクトしたらボーナスプラス2点、最大6ポイントでいきましょう。イエーイやったぜ、やばやば、あーパーフェクトしたい。では最終問題お願いします。前半宵宮北斗シュブルーズ八重巫子、後半が氷幻想風幻想水幻想水幻想ということで、そして今回も編集者さんの神の声からヒントが必須だそうなので、どこ聞こうどう聞くかだよね。あ、星音キャラ何人いるか聞いてみます。あーめっちゃいい、めっちゃいい、なるほど、冴えてる、はいはいはい、なぎさんすごい。星音キャラ何人いますか。星音2人、ほう、なるほど、ね、誰がアタッカーなんだこれ、わかんない待って俺分かったかも、ちょっと耐えてる、嘘、ちょっと自信ある、あピキーンときたかも。おっしゃー、これでぶち込んでやるぜ。では回答の方お願いします。せーの、トーンカウンフリーナキャンディス、シャルロットカウンフリーナキャンディス。あ、私おかしい、ちょっと待って、まあいいか、レイラ、ヘイソン、イエラン、ユクアキ、星音が3人いる3人いる、増えちゃったおかしい全問正解はいかずとも、星音でニアピンシェを狙っていけスタイルで、うん、そう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 、合ってるかもしれないなんで気づかなかったんだいや俺は超運体験で落下倍率高いから、超運と合わせてカウンで落下っていうパターンを読みました。考え方は一緒っすね。本当だ、鍵山さんとめっちゃ近い、うん、本当だ、そう、超運かシャルロットかだけで、キャンディスに関してはもうなんかむずそうだなと思ってノリで入れました。俺キャンディスガンガンやってそうな気がするんだよな、私はね。あーなるほどね、超運ガンガンキャンディスガンガンを交互にできるから、ある意味デリにかなってるかもしれない確かにあーこれありますよ、パーフェクト いただきました。そうよ、オーソドックスから離れてるからね。なぎちゃん先生もだいぶ離れましたねやめて、やだ、私の中で平蔵は星5なの推しだからね。それでは正解の方お願いします。シャルロット・リネット・イエラン・フリーナということでやばっどっちか、いやリネットも考えた、考えたよ、こっちも考えたよ、これね分かんないよいやリネットって俺一回もし打つところまで行ったのになシャルロット当たってフリーナ当たって2点か、いや俺1点だ、フリーナしか当たってね、私もイエラン当たってるからよかったいやこれは難かった。ぶっちゃけリネット結構選択肢の中に入ったんだよな。確かにシャルロットだったら回復もできて、そうそうそう、イエランでサポートもできるし火力も出せるし、まあ、それだったらリネット一番上に置いてくれよなんで2番目にリネット置いてんだよいやでもこれでクリアしてるのが本当にすごいね、うん、ということで最終結果としては俺が16ポイントでギリギリ勝利ということで、ありがとうございました。いや惜しかったね危ね危ね、最後逆転全然あったねえ、いや最後パーフェクトはちょっと難しかったかないやお見事すなぎさん、ありがとうございます、うん、ということで今回は心境螺旋元素クイズやっていきました。いや久しぶりだったけど難しかったな。いや面白いですね毎度この企画は、うん、ということで高評価2000超えたらこの企画続編やっていこうと思うので、ぜひ皆さん高評価の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回遊びに来ていただいたなぎちゃん先生と影山さんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、そちらからぜひぜひお二人のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。